エバツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。仕事が終わったのでこれから自宅本社に戻るところです。さて皆さんは詐欺というかカードクレジットカードですね、これを使った被害、そういうものに遭われたことはあるでしょうか。私はカードのスキミング、この被害に遭ったことがあります。その教訓から現在はカードの入った財布は絶対に手放すな、手元に置いとけということです。なぜカードスキミングの被害に遭ったかというと、それは当時まだ私がサラリーマンで接待を受ける側でお酒を飲んでいた時のことです。1次会が終わって2次会に誘われて接待を受けている側ですからね、断ることもできず、まあ、ちょっと酔っ払っていたのですが、ある女性が席に着くようなお店に行きました。そのお店というのは他の取引先の社長が愛人にいさせているという噂のあるお店だったので、ちょっと酔っ払っていることもあり油断をしてですね、上着に財布を入れたままその上着を預けてしまったんですね。ちょっとやばいかなとは思ったんですけども、お接待をしていただいている社長も、そのお店をやらせていると言われている社長も知り合いです。まあそのママさんも分かっていて変なことはしないだろうなと、そういう油断があった、それが間違いでした。まあ上着が戻ってきてちょっと酔っ払いながらも財布を点検したところ、お金が抜き取られていることもなく、特に大丈夫だったなと思って、その日は終わりました。問題が発覚したのは次の日ですね。仕事をしているとクレジットカード会社から電話があって、今東京駅で回数券を買いましたかというお問い合わせでした。当時私の勤務先は東京駅から、そうですね、電車で1時間以上かかるところでしたので、いや私は今ここにいて東京駅にさっき行っている余裕時間などはありませんですよって言ったところ、あ、これはカードスキミングの被害に遭われたようですねということでした。まあ、結局その東京駅で新幹線の回数券を買った被害というのは直接私の方には及びませんでしたが、他にも何枚もカードを持っていましたので、全てのカードの支払いを1回スポットして利用をストップしてですね、全てカードを変えなければいけないという非常に手間がかかりました。やっぱり油断してカードを手元から離したり、財布を手元から離してしまうということはいけないと思いますよね。本当に怖いです。それ以来カードを決済するときもその手元をずっと見ていたりですね、そういう癖がつきました。皆さんもクレジットカード便利ですが気をつけてください。今回は私がカードスキミングの被害に遭った話の元ブログでした。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。